ハイライトで振り返ってまいります。ライオンズ、失礼しました。ロッテ先発は涌井秀明です。まず立ち上がりワンアウト満塁でバッターメヒアを迎えます。まあ、立ち上がり制球をちょっと見られていた涌井ですが、この1球でよく一度0点に、ね、切り上げました。いいシュートでまず0点。その後ロッテの攻撃1回です。ライオンズ先発は移籍後初登板先発の榎田、ワンアウト1・2という場面で井上の打球、大きく当たる球でした。ちょライトセンター、ちょ連携悪く、これが2点タイムリーヒット。これで2点をロッテが先制します。2回の表ライオンです。涌井からチャンスを作って2アウト1・2でバッターは秋山、逆方向へこのタイムリーヒットですぐに1点を返した埼玉西武ライオンズ。涌井の方はなかなかピリッとしない投球が多く、4回はランナー2人ためます。その中で今日スタメン初スタメンだった松井和夫、コンパクトにライト方向へ弾き返して、移籍後初ヒットが初タイムリーヒット、これで2対2同点に追いつきます。でこの後またフォアボールなども出してツーアウト満塁になってバッター浅村を迎えますが、低めをついたんですが押し出しのフォアボール、3対2と逆転ライオンです。榎田の方は4回の場面もランナー出しますが菅野をライトフライ、その後ツーアウトランナー3塁になってバッターは清田を迎えます。ただこの清田もコスト当てたんですが、ショート正面のハーフライナー、セカンド正面のハーフライナー。5回です。ライオンズバッター外崎、これがちょっとジャックルしましたがショート内野安打になりました。外崎です。ツーアウトランナー二塁とランナーが出てバッター隅谷、今日は隅谷が3安打、このタイムリーヒットで4対2と貴重な追加点を挙げました。その裏勝ちの権利のかかる榎田ですが、ワンアウト二塁とまたまた榎田の方もランナーを出しますが、バッター藤岡あるいは中村というところを打ち取ります。伊藤さん、榎田は今日改めてどの辺が良かったでしょうか。あのですね、まあ、要所要所にその僕は ロッテの各バッターを自尊してくれたという見方をしてるんですが、まあ、先ほども言わせてもらったように粘りのピッチングが交渉したかなというところじゃないでしょうか。はい、そして試合の流れとしてはこの田中が浅村にツーランを打たれますが、これはちょっと痛かったですね。まあ、これはやはり西武らしい点の取り方ですよね。豪快な一発再3号、6対2とリードを広げました。まあ、田中は変わりっぱなでありました。榎田は、まあ、100球近くなった6回も続投でありましたが、この回にピンチをまた作ります。二塁一塁バッターはリートゥーシェンですが、代打のリートゥーシェンが打ち上げます。インフィードフライでショートフライ、その後バッター清田、ここもちょっと崩されました。榎田6回を投げて2失点という好投でした。初登板7回は平井が投げ、8回は竹熊が投げるライオンです。その中でバッター井上、ノーアウト1塁から、ただここはピッチャーゴロ、併殺打。ロッテの方は中盤7回8回ちょっと何かあっさりと3人ずつで終わってしまいました。続く鈴木大地もサードフライ、ファールフライです。ただ伊藤さん、最後9回はちょっと反撃を見せましたよね、ロッテもね。まあ福浦がね、ああいう形でヒットになったというところは、まあ次のゲームに向けてのまあ光というか、代打根本らがつないで1・3塁、そして福浦がうまく追い込まれた後でしたけどね、ファルで粘ってレフトへコツンとタイムリー、1970本目のヒット、あと30本という履正安打まで、これで6対3。ただ最後荻野隆がショートゴロ併殺打でゲームセット。ロッテ連勝は3でストップ、ライオンズは連敗2で止めています。ドイツカード3連勝は千葉ロッテマリーンズ、ライオンズ相手になりませんでした。加藤さん、はい、
先発の涌井投手なんですが、立ち上がりからリズムよく投げることができず、チームがここまで